様でございます。今年度はですね、まあ、今日は1年ロック時間ただいまより7分間です。新たに9名の方に皆さんが参加しました。皆さんはですね、地域を守る非常に深い兄弟のもとに八王子市を代表して心から感謝を申し上げたいと思います。本市消防団でございますが、橋本団長をもとにですね、1325名に次ぐ都内最大規模の消防団で、さまざまな活動を積極的に日頃から行って取り組んでおりますけれども、まあ、ぜひ市民団の皆さんにはこれから市の団員として、市民の生命、財産を守るために日頃に行っていただきたい。昨年はですね、振り返りますと大きな自然災害がありませんでしたが、ご案内のように新型コロナウイルス感染症、今なお収束が見えない中でございまして、市民生活には極めて甚大な影響が出てくるわけでございます。その中によって本市と連携を図っていただきながらですね、市民の皆さんには感染拡大防止対策の啓蒙活動を行っていただくことになります。一方、火災でございますが、今年に入ってからですね、非常に火災件数が増えておりまして、昨年同時期の比較にいたしましても、火災件数、消息件数とか、あるいは死亡者数と、若干増加している状況でございます。引き続き、火災予防対策につきましても、皆様とお力添えいただければと。そのように願っております。市民団員の皆様にはこれからですね、様々な訓練、そしてまた研修等があるかと思いますけれども、ぜひ積極的にですね、参加していただきながら、本市の安全安心の安心にもお力添えいただけますように、これからお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。One, two, three.
ノック時間あと2分間です。3年度春季東京都高等学校野球大会第3回戦、本日の第1試合、東海大学スカウト高校対富山大高校の試合についてしまして、両校のスターティングメンバー並びに審判をお知らせ。